ジャッキー・デューランジャッキー・デューランは、フランスラバル出身の自転車プロロードレース選手。1990年プロデビュー。2004年引退。どのレースでも、序盤から飛び出し逃げ続けるという無謀さと神人への、豪快なレーススタイルで、プロ通算28勝を挙げた。ツール・ド・フランスでは、関東省の常連として、たびたび表彰台に上がっている。 価値に結びつかなくても集団に抗って全力で逃げ続けるその姿勢が多くのファンの心を捉えたルーラー。1990年にカストラまでプロデビューし、翌1991年のグランプリジスベルグでメジャーレースを初勝利。そして1992年のロンドファンフランデレンでは序盤から集団を飛び出し、なんと2 1 7トルを逃げ切って、 単独ゴールを決めるという、誰も想像し得なかった快挙を成し遂げ、世界中を、あっと言わせた。この大金星によって、彼の名前は一躍有名になり、序盤からの果敢なアタックが、以後のトレードマークとなった。1993年には、フランス選手権で優勝。1994年にもフランス選手権を連覇し、ナショナルチャンピオンジャージを着て挑んだツールド。 フランスにおいてもステージ優勝を上げるという勝負、強さを発揮。翌1995年のツール・ド・フランスでは、プロローグの個人タイムトライアルを制した。1990年代後半からは、スプリンターを抱えるチームがレースをコントロールすることが多くなり、ツール・ド・フランスでのアタックもゴール前で飲み込まれることが多かったが、最もレースを盛り上げた選手に与えられる。 関東省は、デュランの独占場となり、彼自身もこれを狙って、アタックをかけ続けた。そして1998年にはツール・ド・フランス第8ステージで優勝。さらに秋のクラシックレース、パリ・ツールでまたも独走での勝利を決めて1992年のクラシックでの勝利が、単なるフロックではないことを証明した。以後も数々のレースで活躍し、 2004年のシーズン終了後に現役を引退している。いわゆるルーラーに分類されるが、レース開始直後に集団から飛び出してしまうという点でやや得意である。彼のレーススタイルは何も考えず、がむしゃらに走っているようにも見えるが、レースの中盤から後半にかけては、有力なスプリンターやオールラウンダーをエースに抱えたチームがトレインを組むなどして、 集団を徹底的にコントロールするため、普通の選手はアタックをかけての逃げ切り勝利は、愚か抜け出すことも、ままならない。その点、序盤から独走、内視小人数でアタックをかければ、先頭を走る選手として、長時間テレビに映りやすくなって、メディアへの露出が増えるためにチームスポンサーから、喜ばれる上、レースを盛り上げたと評価される。加えて、 もしも集団が何らかの理由で追撃の手を緩めれば最後まで逃げ切れる可能性が出てくる。そのため強力な勝ちパターンを持たない選手が自分の存在をアピールするためのスタイルとしては一見無謀なようで実は非常に理にかなっていると言える。しかし集団内で走るのに比べて戦闘で逃げ続けるのは強烈な空気抵抗に 逆らいながら長距離を走ることになり、しかもほとんどの場合は集団にゴール手前で吸収されるため、肉体的にも精神的にも消耗が激しい。そのため、たまにならば、ともかく毎回のようにアタックできるものではない。その点で、常に集団から飛び出して、勝利を狙い続けたデュランは、やはり非凡な選手であると言える。二千十三年七月十四日。 フランス上院のドーピング調査委員会は、1998年のツール・ド・フランスで採取した血液サンプルの調査結果を公表。総合優勝のマルコ・パンターニア・ポイント賞のエリック・ツァベルラと共にエリス・ロ・ポエチンを使用していたことが明らかになった。この時のゴールシーンは後に、島のデュラエースの広告として使用された。 例えば1998年のツール・ド・フランスでは、ゴールわずか300メートル手前で、トム・ステールスを擁するマッペイチームに追いつかれる悲劇に、あっているが、ゴール後のインタビューでは、ま、これが、人生差とはっけカかんと答えて、周囲を和ませている。日本では、福島・康二選手が時にこうした戦法を取るため、ジャパニーズ・ジャッキー・デュランと呼ばれる。 98年ツール総合1位パンターニーや、ウルリヒラ18名の検体からエポ検出、シクロワイヤード2013年7月25日。ありがとうございます。